ら、また会えたね。よし、10秒だけ休めるぞ。いろいろあったもんね。でも気づいたら物事はいい方向に転んでた。かなりいい方向に。もちろん最近はいろいろ起きてるからね。そう、ドンの姉のコンチェッタが送り込んだの。ドンの命令だと思われてたんだろうけど、父さんがいなくなったことでコンチェッタは裏で権力を維持できるようになった。ほんと感心する。長年の伝統や周囲の意向に逆らってでもコンチェッタは自分の道を切り開こうとした。何回かしか会ったことないけど、かなり感じの悪い人だったな。プレッシャーのせいかも。誰も望まないもののために必死に戦ってたから、そこはすごいと思ってる。でもどう考えても私はあんな風に生きようとは思わない。そう、まあ名目上は今さえあればみんなの悪口を言ってたけどね。追い込まれてたんだね。そうすれば客の気を引けると思って。責めるつもりはない。なんとなく気持ちはわかるから。そうだね、ビンはあそこが大好きだった。こんな状況じゃなかったら素晴らしいキャリアを築けてたはず。私たちのせいだね。ビンにはその資格があった。自分の人生を築くチャンスが。私たちがそれを台無しにした。私とビンに降りかかった不幸を運命だと思えて。私たちにだってマシな人生を送る権利がある。これからも。わからない。私自身もたくさんの問題を起こしてきた。今はただマシな人生を送ろうともがいてる。そうなの。私は良かったと思ってる。それが一番幸せなことだから。ビンはいつもそばにいてくれた。ビンだけが。ビンがいないとどうしたらいいかわからない。ビンにしてあげられなかったことを後悔するばかりよ。私たちがこんなじゃなかったら、ビンはここで幸せになれたかもしれない。そうだね、そう言われると反論もできない。私だけがバカみたいだよね。これからどうやって生きていけばいいの。私にも何かがあると思ってた。でも本当はそんなのいらなかった。ただ自分の居場所が欲しかった。これからはそれを探すしかない。感謝してる。再出発って感じ。落ち着いて自分が何者なのか、自分が本当に望んでるものを見つけるチャンスだと思ってる。私はもう一人じゃない。自分でも気づかなかった大きな重荷が肩から降りた気分。今度こそ正しい人生を歩もうと思ってる。自分を誇れるような人生を歩みたい。本当にありがとう。私、あなたの助けがなかったら今ここにいなかった。そうね、それがいいと思う。母さんが現実を受け入れて現地の人たちと打ち解ければよくなるはずよ。こっちでは華やかさだけじゃやっていけないんだから。ここにいるとお酒やまばゆい光に溺れるよりもリラックスして人とつながりたくなる。聞いてもいいけど後悔しても知らないよ。そんなの当然じゃない。私たち自身が厄災だから。栄光のルッソファミリーの裏で何が起きてるかを知ればみんな離れていくに決まってる。両親が友人と呼んでた人たちも離れていったわ。ビンは自分の素性を明かさずに生きてる。誰も私たちに巻き込まれたくないだろうしね。家庭の問題を解決できない人を誰が信用するというの。常識のある人ならまずしないでしょ。
いつもそう思ってる。でもこの現実から逃れる方法も知らないし、逃れられるとも思ってない。両親のこともヴィンのことも愛してる。私はただできるだけ重荷になりたくないの。ヴィンはいつも私の味方。私がダメな時もなじったりしない。兄弟を嫌う人もいるけど、私にはわからない。私たちの絆は家庭環境のおかげでより強くなったのかもね。そうね、もう切り替えないとね。どうぞ。何が知りたいの？私たちにとっては最高の出来事だわ。母さんは嫌がってるけど、これで目が覚めてほしい。もう過去に戻ることはできないから、個人的には面倒から離れられて嬉しいかな。これでようやくみんなで一緒に過ごせるだろうしね。父さんに見捨てられたことを受け入れられなかった。それで自分の存在価値を探し求めたの。デビルズブラッドがあれば、もしかしたら何かが変わるんじゃないかって思ったの。だから私、アジトに侵入して盗み出したんだ。バカなことをしたのは分かってる。でもその時は周りが見えなくなってた。それぐらい自暴自棄だったの。多分背伸びをしたかったのかもしれないね。一人前だって思われたかったから。私がそれに向いてるのはもう証明済みね。本当それが問題よね。でも答えられないんだ。ずっとこうしてるわけにもいかないって分かってるんだけど、でもしばらくは他のことは考えられない。もっと父さんと話したい。クラブの手伝いもしたい。ここがどうなるかは分からないけど、この家族は取り戻すべきものがたくさんある。私たちが手を取り合ってスタートを切ることができたら、ここが私の居場所になるかもしれないね。喜んで。またね。また会えたね。一度でも家族がしっかりしてたら。今日も今日とて大変だ。わかった。何について話したいんだい？何がザ・ウェイは。そんなことも知ってるのか。すごいな。これまで出会った全ての人を敵に回さなくてよかったと思うよ。母さんがああしてくれてよかった。ショーのために命を危険にさらすことはない。母さんの人生の中で一番健全な行動だ。期待以上だと思う。アビーは治ったし、父さんとも仲直りできた。父さんが僕たちにした仕打ちを許せるかはわからない。僕たちにだけじゃない。アトランティックシティ全体にひどいことをした。でももし父さんが心を入れ替えて心底許されたいと願うなら、やっと本当の家族に戻れるのかも。多分人生で初めて一緒に幸せになれるのかもしれない。僕たちにとって新しいスタートになるだろう。それ以上望むことはない。いいよ、何の話？町の外で生きているなんていつまで。話すことは山ほどあるな。ったく、いつもなら手が出るところだけど、それについては反論できないな。あ、母さんはスターだったんだ。スポットライトを浴び、注目の的であることに慣れすぎた。必ずしも健全な注目を集めるわけじゃないのに。それは知ってるだろう。母さんはそういうものを断ち切れないんだ。アパラチアに来れば落ち着けるし、気分転換になると思った。でも AC からスターを取り除けても、スターから AC を取り除くことはできなかったようだ。あれだけ辛い経験をしてきたんだ。アビーの人生がいい方向に向かうことを願ってる。父さんがアビーの人生に戻ってくれば、
何かが変わるかも。少なくとも心の穴を埋めようとして何かに依存することはなくなる。アビーがいかに苦しんできたかを知った今なら、みんなもっと力になれると思うんだ。少なくとも僕はそう願ってるよ。マフィアのボスだってことはずっと知ってたさ。だけどデビルズブラッドの開発者とは知らなかったよ。その話題を避けてたことを許してほしい。嫌だった。父さんの仕事は嫌いだったし、賛成したこともない。最近分かったことでその気持ちはもっと強くなった。でも父さんの病気とアパラチアへの移住でやり直せるんじゃないかって思ったんだ。そううまくはいかなかったけどね。ああどうぞ。何を知りたい？君の好奇心にお答えしよう。もちろん後悔は微塵もない。人生がより有意義に感じられるんだ。塹壕の中で人々の安全を守る。スローンとまた一緒に仕事をしたらそのことが身に染みた。僕はいつもしなければならないことをする従順な子供だった。でもそれじゃ自分が望む人生にならない。惨めなだけだ。両親にとって僕がいない生活は大変だろうけど、自分の足で立ついいきっかけになるかも。そう自分に言い聞かせてる。それだけじゃない。会計も床掃除もテーブルの血を拭き取るのも僕の仕事。ごめん感情的になった。でも他に比べたらバーテンダーはいい気晴らしになる。まあそれはとても素朴だ。ぴったりな表現だろ。アトランティックシティはまあ楽園とは言い難いかな。不道徳の上に成り立っているような場所だ。でも昔で言うところの文明により近い場所ではある。アパラチアは少なくとも静かだ。きっと馴染めるさ、時間が経てば。ここのカビを落とすよヴィンチェンツォに言っておいたのに。僕とスローン？何もない。今は絶好調。がっかりさせてすまない。僕たちはただの友達だ、ずっとね。でも彼女いい感じだろ。自分の感情からインスピレーションを受けるしかないのかもしれない。いいよ。嫌だわ。またな。まったく、ジャージーデビルがただの作り話じゃなかったなんて。なんて時代なのかしら。調子はどう？だいぶマシよ。それどころか。かわいそうな子。一人ぼっちでいるあの子のことを考えずにはいられない。でももう私にできることはない。はあ、どうしても昔の話を蒸し返しても仕方ないわ。ええ、彼がブラッドの取引に関わってるのは知ってたけど、まさか大元だったとは。自分のためならどこまでも狡猾になる。私が恋に落ちた若くてやり手の紳士だった頃の彼だわ。もちろんやってることは許されることじゃない。あの頃を思い出すことが必要なのかも。焚き火のそばで飲んだワインや夜の危険なダンス、彼を驚かせることができるかしら。私にはもう必要ない。過去にしがみつくなんて子供じみてることよ。役が新鮮さを失い出したら次の役を演じればいい。活気のない丘だけどまだ可能性はある。もっと深く掘って見つけていかないと。深く深く掘るの。いいわよ。ショーマに私の演技が偽物だとバレたの。ここで言う偽物は私が命綱をつけてたってこと。サディストの観客を興奮させるためだけに転落死するなんてごめんだわ。ファンタジーを見せればいいの。パフォーマンスってそういうもの。観客が信じる限りリアルさは関係ないわ。
でもショーマンはそう思わなかった。あなたが壊したショーね。スポットライトを浴びるチャンスを奪われたことは忘れないわ。私にはもう必要ない。過去にしがみつくなんて子供じみてることよ。役が新鮮さを失い出したら次の役を演じればいい。活気のない丘だけどまだ可能性はある。もっと深く掘って見つけていかないと。深く深く掘るの。実を言うと私たちがまた家族になれるとは思ってなかった。それぞれが野心を抱えすぎてる。わがままの枝があらゆる方向に枝分かれしていたからね。まあ娘の元に父親が戻っただけでも二人は絆が強かったしね。アビゲイルがいることが何より大事だわ。私はそれが当たり前だとは思わない。私たちに必要な、なんていうの、母と娘の時間ってやつを持つつもりよ。でもそういう時間って何をするものなの？ネイルの話？転校してきた男の子の噂話とか？ああそんなんじゃない。あそうだわ、レコードを引っ張り出して娘に芸術をたしなんでもらうのもいいわね。家族がしっかりしてたら新しくて楽しい話でしょうね。ビジネス？何の？今のところ私たちを殺そうとせずここに来た生物はあなただけ。ビーンは間違いだったと思ってるわね。こういう場所ではザ・ウェイワードみたいな庶民的な酒場をするのが賢明よ。まあ客もいいもの見逃してるわよね。時間をかけて宣伝してれば客はじきに来るでしょ。へえ、これカウンセリングか何かなわけ？私たちはアメリカンドリームが叶わなかっただけよ。誰のせいでもないわ。それは人生で最も難しく最もやりがいのある努力。難しいという点ではその通りね。でもあの時イエスと言ってなかったら私はどうなってただろうって考えるの。もう少し慎重に生きてたらって。もしヴィンチェンツを産んでなかったらって考えるの。それからアビゲイルも。偶発的な状況が重なって起きたようだけど、全て私が選んだこと、私が望んだことよ。結局そういうのがあるから人生は活気づくんじゃない？あらあら、ちょっと協力したぐらいですっかり家族の一員気取りなのね。あなたにビンの気持ちを代弁する資格はない。息子に不満があるなら直接私に話せばいい。あなたのやってることは大きなお世話。私はビンの野望を邪魔するようなことは絶対にしない。息子の成功を願わない母親なんていないんだから。あの子が自分のキャリアよりも家族の問題を優先してるって言いたいの？それは考えてもみなかったわ。あの子をもっと楽にさせてあげなきゃ。最近いろいろ気を取られることが多かったから。あしてあなたにだいぶマシよ。なぜそんな風に考えるの？私はあの子の母親よ。それに批判を受け入れるのが私の仕事の重要なところ。あのひどい劇場のカーテンを燃やしたのは仕方ない。あれは私の才能を否定したオーナーのせい。あのインチキ報道機関も電線を切られて当然よ。あれは町のためにやったの。ああなるほど、そういうこと。ああバカな人だった。私のショーを一度見ただけでナポリタンカジノのメインステージに上げようとしてくれたの。カジノに興味はないって言ったんだけど、提示されたお金を見たら。あの頃次から次へと言い寄ってくる男たちをかわすのがどれだけ大変だったか、あなたにはわからないでしょうね。本当にキリがなかったわ。でもアントニオは彼のおかげで楽屋は個室、給料も爆上がり、あちこちで無料サービスも受けられた。でも彼は私に見向きもしなかった。
私は彼のお金が欲しかったんじゃない。彼の独立心、権力、自制心に惹かれたのよ。でも彼は女性の口説き方をまるで知らなかった。だから自分から動くしかなかったの。それで現在に至るって感じ。だいぶマシよ。それどころか絶好調。そうしましょう。ちょっとばかり感情的になってたから。あら、私の大好きな話題。あなただって聞きたいに決まってるわよね。主にラウンジで歌ってた。やがてもっと高級な場所で歌うようになった。そのうち私のために会場が抑えられるようになったわ。私は世界の中心にいた町一番のスターだったの。でも戦争が始まって全てが変わってしまった。ショーマンは無法地帯と化した町や人間の持つ醜さを利用した。そして私から全てを奪っていったのよ。今も敵意は残ってる。楽観主義者のまま生き延びることもできたかもね。でも滅びゆく世界とともに夢までついえるなんて耐えられなかった。生き残った人々にとってはそれが本当の傷よ。一度でも家族がしっかりしてたら。仕事みたいなものよ。ショーという意味では同じ。会場が違うだけ。役割を演じる、争いの仲裁、その人が望むものを解明する。私がずっと苦手なことよ。よし、10秒だけ休めるぞ。もちろんよ。でも聞かない方が明確な答えをもらえるの。人は自分の気持ちを理解してるとは限らない。理解してないことの方が多い。即興で演じなきゃならない時もある。いろいろ試して何が人を黙らせられるかを考える。あらやだ、私はショービズの世界にいるの。この自信は戦略的なものよ。神からの贈り物のように振る舞わなかったロックスターなんている？みんな演じてるの。そうすることで人々から尊敬される。言うまでもなく、その方がはるかに面白いしね。わかってる。人によっては重すぎる話だからね。また近いうちに寄ってね。これは褒め言葉だけど、あなたがいると退屈しないわ。なんでうまくいかない？私を見てる。運って本当に回ってくるものだね。何がザ・ウェイワードよ。みすばらしい。まあどうせ関わることはない。ああしてこうして。みんなはどこ？この寂れた山の中に飲みたい人はいないの？踊りたい人は？ああしてこうして。どこまで行っても何の店もないわ。コンビニすらないんだから。それにアパラチアの自動販売機のデコレーションときたら、ほんと滑稽だわ。まさかまたこうやって集まれるなんて。このひどい匂いは何？ここのカビを落とすよ。ヴィンチェンツォに言っておいたのに。まさかまたこうやって集まれるなんて。まったく、ジャージーデビルがただの作り話じゃなかったなんて。なんて時代なのかしら。
一度でも家族がしっかりしてたら。町の外で生きていくなんていつまで持つかしら。こんなことを言うのには慣れてないが、ありがとう、いろいろとな。普通の家族ならどうだったのかな。枝毛だらけなのに美容院にも行けない。みすぼらしくなる一方よ。ああしてこうして、この辺に作曲家はいないの？自分の感情からインスピレーションを受けるしかないのかもしれない。いやだ、絶好調。この辺りの人たちが飲んでるあの光る飲み物は何なの？ぬかしゃいの？あんな放射線まみれの安酒なんてたまったもんじゃない。普通の家族ならどうだったのかな。よし、10秒だけ休めるぞ。だいぶマシ。おいおい、探偵にでもなったつもり？何の用だ？はん、面白い。ボードウォークで習ったのか？演技する必要がなくなってホッとしてるかって意味なら、答えはイエスだ。症状をしっかりと真似るために認知症について随分研究したんだよ。あれが現実だったらと思うとゾッとする。悪くない。まあ総合的に考えるとな、キャップはいくらか失っちまったが、まあ娘は取り戻せたしな。ちょっと考えさせられたよ、今回ばかりは。他の奴らと同様、金は欲しかったが、使い道がなければ金持ちになる必要などなかろう。人生を全うする気がないなら生きててもしょうがない。お前のおかげで物の見方が変わった。こんな老いぼれを変えるなんて大したもんだ。ああ、そいつはいい考えだ。何とも言えん。 AC に戻る予定はないよ。この何でもない場所を気に入ってるんだ。逃げ回ってるわけじゃない。だがもし AC に行こうものなら、コンチェッタかあの女の手の者がわしのことを全力で潰しに来るだろうな。混乱するだろう。わしにはもうどうでもいいことだ。あれはみんなのものじゃなく、わしのものだったんだ。わかるか。なのにわしをのけものにしやがって。もう終わりだ。誰が後を継ごうがどうでもいい。コンチェッタだろうがファビオだろうが関係ない。全て燃えちまえ。キューは望んでないだろうがな。恋しいさ、日が沈んでは昇るのと同じくらい。だが人生は変化するものだ。良くなることもあれば悪くなることもある。山あり谷ありってやつだ。そして今のわしは谷のどん底から抜け出せん。そりゃいい。どんな質問なんだ？完璧じゃない、そういうもんだろう。だが努力はしてる。あの子にも伝わってるはずだ。
何か父親と娘らしいことを計画しようと思ってる。絆を深めるためにちょっと薄気味悪いがな。だがアビーのためなら仕方あるまい。10代に戻った気分だ。まあ目尻のシワやほうれい線はあるけどな。結婚生活ってのはすぐに輝きを失ってしまうものだ。日々と子育てに追われ無慈悲な荒野で生き抜いていたらそうなるのも仕方なかろう。こういう生活はストレスが多くすれ違いを生む。だからまたデートすることにした。あんな放射線まみれの安酒なんてたまったもんじゃない。研究したんだ、必死でな。何しろ演技に説得力を持たせる必要があったからな。もちろんわしが消えるのを望んでた連中もいたから、わしが弱っていく姿を喜んでたことだろう。わしが消えればわしのものが手に入るわけだからな。どんな楽しい話になるのかな。飲みたい人はいないの？踊りたい人は？ああ、達者でやれよ。運って本当に回ってくるものだね。なんでうまくいかない？町の外で生きていくなんて、いつまで持つかしら。だいぶマシよ。それどころか絶好調。一杯どうかしら。あなた、飲みたそうな顔をしてる。このイブリン・ルッソがこんな偏僻な山奥の掘ったて小屋で安ウォッカをちびちび飲んでるなんて。スターも落ちぶれたもんね。本当に回ってくるものだね。また爪が折れちゃった。私は肉体労働に向いてないみたい。だいぶマシよ。それどころか絶好調。